阪急2000系電車、野瀬電鉄1500系電車、野瀬電鉄1500系電車は、野瀬電鉄が1983年に導入した電車である。阪急電鉄より2100系を譲り受けしたグループで、1983年から1985年に、かけて24両が竣工した。320系、500系の代替という総力増強。 サービスの向上を目的に導入され、乗せ電鉄発の大型車となった。旧製の小型車が使用されていた乗せ電鉄では、沿線の住宅の開発進展により輸送力が不足し、大型車の導入による輸送改善が望まれていた。また保安度の向上、この状況に対応するため、1983年に大型高性能冷房車として導入されたのが1500系である。 1500系は、阪急電鉄の2100系が、種車である。1962年に登場した2100系は、神戸専用2000系の宝塚線版で、主電動機出力が1 0 0ットと小さくなっている。2100系製造時の宝塚線の最高速度は、時速8 0トルであったが、後年に、時速9 0トルへ向上したことで2100系では、 性能が不足気味となり、冷房改造を行わず非冷房で損置されていた。この2100系を、のせ電鉄の近代化のために譲渡することとなった。1500系は1983年から1985年に、かけて4両編成6本が投入された。1500系の導入後も残っていた320系、500系の2編成は、半球の1010系。 1100系を種車として1986年1988年に導入された1000系の4両編成2本で代替されている。4両編成時代の1550回種車の半球2100系2161種車の半球2021系2030入線前にアルナ後期で改造が行われた。乗せ電鉄は当時600ボルトだったことから、 6 0 0トへの高圧化工事が実施された。冷房化改造も行われており、冷房装置は、補助電源は電動発電機から静止系インバータに交換されている。高架構えの川西の瀬口駅構内に存在した半径40メートルの急カーブに対処するため、両端の連結器の長さが80ミリメートルずつ拡大され、 連結面間の全長が 19160mm となった。また、当時は連結機高さの低い小型車が在籍していたため、前頭部の連結機高さは 830mm または 760mm に下げられている。TC 車の連結機副芯バネは撤去された。電動式の方向膜が設置され、前面は正面左側の窓状に新設。 側面は種別表示灯から交換された。表示窓の内寸は全面が 450-230mm、側面は 690-180mm である。全面方向膜の設置により、標識灯は若干車体外側に移設されている。車体塗装はマルーンをベースに窓周りをクリームとしたツートンカラーが採用された。中間に入った運転台付きの車両は、 第一編成中の2両を除いて、完全に中間車形態に改造された。第一編成の中間車百5 3 0 1 5 8 0は、乗務員扉を残し、機器類の撤去のみ行った。この2両間の運転台、後部の貫通路は、強幅であるが、貫通歩路は、広幅のものをアダプターを介して取り付けていた。編成中1箇所、または2箇所の貫通路に、 強幅の引き戸が設置され、1530系の川西、乗瀬口方に1箇所、1550階では、T 車と TC 車の2箇所に設けられたが、貫通ホロは阪急と異なり広幅が用いられた。元に1 1 0 4の1535の川西の瀬口、宝塚方貫通路は阪急在籍時に、引き戸付き強幅に改造されていたが、 セせ電入線に際して広幅への再拡大工事を実施した。台車は、アルストムリンク台車への交換が行われ、FS-311KFS-312、または FS-333FS-33 FS が装着された。エコノミカル台車は 1010K 発生品の FS-311KFS-312 に、 民伝ドイツ式台車は2000系の FS-333FS-33 FS 台車と交換している。1585は2021系の電装解除車2030が種車である。運転台を撤去して完全な中間車形態となったが、中間車化された箇所の窓枠などは1984年に阪急六甲駅で発生した衝突事故で廃車となった。 初代2050の部品が流用された。本来上と予定であった2154は、初代2050の自己廃車代替として2代目2050に編入されている。車番対象は以下の通り。C は中間運転台、O は運転台的去後編成は4両編成とされ、日清中央、病犬口型から1550型から1530。 型から1580型から1500系の4両編成を蘇生する。1990年登場の1700系ではオレンジグリーン塗装で竣工し、在来車の1500系、1000系もこの塗装に変更された。1700系は1990年6月に営業運転を開始したが、同年2月に1500系1500号で工場内でのテスト塗装が行われた。 テスト終了後の1500号は従来の標準色に戻されて出場している。1993年より再び塗装の変更が検討され、1500系、1700系の3編成ずつで計6パターンの試験塗装が行われた。1500系は1551回、1554回、1555回の3編成で試行された。 1994年には、クリーム、扉回りオレンジの塗装が標準色に制定された。この塗装デザインは、宝塚造形芸術大学の坂西博士、教授によるもので、鉄道ファンの間では、フルーツ牛乳と通称されている。2003年4月からは、経営合理化の一環で半球と同じ。塗装変更は、平野工場にて短期間で行われ、 同年8月までに完了した。この塗装変更を前に、1500系の外反更新工事が実施されている。1995年3月の河川電圧の 600V から 1500V への昇圧に伴い、昇圧改造が実施された。主要機器は副電圧に対応していたため、スイッチの切り替えと SIV の基板交換のみで対応された。 1 5 0 0系は1997年により、ワンマン運転対応改造が施行された。ワンマン運転用の都閉装置や、自動放送装置、非常通報装置、扉開閉予告ブザー、都閉センサー、転落防止ホロの設置、貫通路の強幅化などが行われている。川西の瀬口駅の高架化による、急曲線の解消に伴い、連結面間距離が、 半球時代と同じ寸法に戻されている。戦闘車復元改造された1560回1997年に、第1編成の1550回が編成分割され、2両編成2本が蘇生された。戦闘車は1550から1500の2両編成となり、運転台の撤去跡を残す中間車の1580.1530は、戦闘車に復元改造され、 1560から1510の2両編成となっている。1560回の運転台復元工事に、際しては同時期に阪急から譲渡された3100系と同じデザインが採用され、全小灯は角型を設置、標識灯は LED 式の角型を倉庫に配置し、その周囲にステンレスの飾り帯が設けられた。全面貫通扉は窓が下に拡大され、 車両番号は右窓上に掲示されている。乗務員室扉横の手すりはステンレス製のものを新設している。1560の補助電源は従来からの SIV を使用し、1550には MG を新設した。1560.1510の前頭部連結器は自動連結器に交換されたが、1560の前頭連結器受けは 究極線の緩和によりまた心羽根付きとなった。2008年5月23日の乗せ電鉄創設100周年を記念して懐かしのオリジナルカラー塗装が復刻された。対象車両は1550回と1560回で、1550回には入線当初のマルーンベージュ、1560回には乗せ電鉄最後のオリジナルカラーであるオレンジ、クリームの塗装が施された。 2008年5月24日のノセデン春のレールウェイフェスティバル2008と同年11月2日のノセデン秋のレールウェイフェスティバル2008ではこの復刻塗装に編成が貸切列車100周年記念号として使用された当初は2009年3月までの予定だったが4月以降も車内に飾られた写真集を撤去してオリジナルカラーでの運行は継続され 2010年2月20日に100周年記念号のさよなら運転が行われた。運転終了後はマルーン塗装に戻っている。2013年には開業100周年を記念し3月16日より1550回に開業当初の1系の青みがかった緑色の塗装を復刻した。4月13日には1560回に50系の白と青のツートンカラーを復刻した。 1560階の全面のステンレス飾りは取り外された。両編成の車内は荷物棚が撤去され、その後にかつてののせ電鉄の写真を展示していた。化粧版もやや赤い色調の艶消しのものに交換された。アジサイ号のせ電初の大型冷房車となった1500系は、1983年8月1日に営業運転を開始した。 登場時より1550回から1555回の4両、編成6本体制で推移していたが、1997年のダイヤ改正に合わせて第1編成が4両編成から2両、編成2本に再組成され、日生線、病見線、山下以北の区間運転用に充当された。2008年7月5日から21日まで、 開催された、病研産アジサイフェスティバルに合わせて、創業100周年記念の復刻塗装に編成を、平結の上、期間中の土曜、休日のアジサイ号の運用に使われた。2015年より5100系が導入され、製造から50年以上が経過した1500系の24両全車を置き換えることとなった。 4両編成は2016年5月29日に1551回による、さよなら運転を行い、運用を終了した。2両編成の1550回は、同年6月15日に、1560回は6月22日に、運行を終了した。これにより、阪急で21年、ノせ電で33年、計54年にも及ぶ歴史に幕を閉じた。 有体ヘッドマークをつけた1551回5100系の導入に伴い、2015年に1554回1555回が廃車となった。2016年に1552回1553回が廃車。同年には最後まで残った1551回1550回1560回も廃車となり、1500系は全廃となった。2015年、 1554回の1554.1504が三菱重工業に譲渡された。2016年現在、三原ライナーの愛称を与えられ、同社の三原製作所は大沖工場内の総合交通システム検証施設、三原試験センター内で各種試験に使用されている。同書では元、JR 東日本の2 0 5系6扉車、 サハ204型の牽引車として用いられている。2016年には1550系1552の先頭部が大阪府豊野町の吉川八幡神社に復元保存され、同年9月17日の法上会にて一般公開された。外反は保存にあたり構成から FRP 製に変更されている。なお、f s 台車や機器類の一部は、 野せ電鉄より譲り受けした実物を装備している。公開日のみ、見学撮影可能。1989年3月31日、現在の編成。2014年4月1日、現在の編成。ありがとうございます。